はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、メルペイが使えるお店、コード決済対応のお店を主にピックアップ&キャンペーンを早速使ってきましたということで、現在は絶賛メルペイのキャンペーン中が実施中ということなんですけども、その中でメルペイが使えるお店、そしてその中でもコード決済が可能なお店について、そして僕も早速キャンペーンを使ってきたので、その2つに分けてお伝えしていこうと思います。そもそもメルペイには支払い方法が2つあります。ID 決済とコード決済の2つということですね。タッチして支払うか、見せてバーコードで支払うかということですね。で、こちらの ID 決済については、以前もお伝えしたかもしれないんですが、ID の公式ページがあるので、そこから検索して、どこのお店が対応しているのかっていうのをすぐに見ることができます。一応概要欄の ID の公式ページ載せてますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみに後半でお伝えしますが、僕は今回この ID のページを見て、メルペイのキャンペーンでお買い物をしてきました。そしてコード決済についてですが、やはりですね、Apple Pay に対応していなかったりとか、あとはお財布携帯に対応してない方だとやっぱり使うお店が限られてくるので、まあ実際に現時点でどんなお店がコード決済に対応してるかっていうのを僕なりに簡単にまとめてみました。それではまずは飲食店からですね。松屋グループは今のところほとんど使えますね。松屋、松の屋、チキン亭、マイカリー食堂、天松、ステーキ屋松、あとはもう一つこのマリオンクレープというお店も使えるみたいです。まあ全国的にありそうなお店はまあこんな感じですかね。まだまだ飲食店でコード決済は少ないですね。まあメルペイのなんですけども。そしてやっぱり松屋グループの勢いはやっぱり素晴らしいですね。ここまで対応してるとやっぱりこういった今のキャンペーンとかでも使いやすいかなと思います。次にドラッグストアですね。ウェルシア薬局に杉薬局、ジャパン、サンドラッグ、薬の青木とかですね。まあドラッグストアに関しては以前より使えるお店が増えてる印象がありますね。まあ現在メルペイでは松木用のクーポンが出てたりですとか、あとはドラッグストアだとドラッグストア独自のポイントカードもあるので、まあぜひですね、今回のメルペイのキャンペーンと組み合わせて特典20ドリなどもできそうですね。次にコンビニですね。セブンイレブン、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ミニストップということですね。ちょっとこの文字の中にはナチュラルローソンを入れるの忘れたんですけども、今回はここの5つということですね。ちなみにファミリーマートは今は ID 決済しか対応してないのでお気をつけください。次に家電量販店はエディオン、100万ボルト、ヤマダ電機、ベスト電機などと、あとはやっぱり家電量販店もドラッグストアと同様に独自のポイントカードを持っているところがかなりあると思うので、それと2つ合わせてキャンペーンと組み合わせ使うのもいいと思います。まあその他にもまあジャンルはバラバラなんですけども、まあ生活雑貨などが置いてあるロフトであったり、あとは紳士服の春山、 JR 西日本グループ、東急ハンズ、阪急百貨店、福岡地所グループとかですね。まあこれに関しては九州のお住まいの方であればキャナルシティとかマリノアシティとかリバーウォークとかですね。まあここまで紹介したものでだいぶ抜けてる部分もあるかもしれないんですが、その時はごめんなさい。まあ紹介して僕が言うのもあれなんですけども、結論からしたらメルペイの公式ページでパッと見てわかるページをできれば作ってほしいなというふうにも思いました。まあもしくはメルペイがどんどん普及していったら、まあそれ専用のマップもちょっと欲しいですね。まあ使えるお店の紹介はここまでにして、メルペイの今回僕がキャンペーンで購入したものがこちらですね。左上のコーヒー豆、そして右下の吉野家で牛丼をテイクアウトしました。まあ僕自身がコーヒー飲むのが好きなので、編集中とかよく自宅のコーヒーメーカーで結構入れてますね。まあそれぞれのお店で ID 決済が対応してたので、まあ ID 決済で豆を購入して 50% 還元、そしてこちらの吉野家の牛丼も ID 決済で 70% 還元ということですね。そして次の日早速メルペイから通知が来てまして、今回の上限額の1500ポイントが次の日に付与されました。まあ、使って次の日に還元されるっていうのはやっぱりメルペイの魅力の一つですね。まあそんなこんなで今回はメルペイが使えるお店、そして僕がメルペイのキャンペーンで購入したものの紹介でした。まあこの動画を見てる視聴者さんもぜひですね、メルペイのキャンペーンかなりお得ですので、もしご自身が購入を検討しているものがありましたら、一旦 ID 決済に対応しているか、もしくはメルペイのコード決済に対応しているかをチェックするのもいいかなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。